今回は、主人公ナルトと点々の関係性で衝撃的な事実について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。秘宝、点々さん、原作だと一度もナルトに名前を呼ばれていないことが判明。扱いひどすぎるだろこれ。絡みないやん。悟空とチャオズみたいなもんか。そんなん手まり当たりもじゃないの？忍界大戦の時に読んでたやろ確か。だって下ネタっぽいやん。クソアロタ。小学生かな？リートネジが印象強すぎて点々空気だよな。アニメでツッコミ役もらえたし十分やろ。アニオリで同じ任務行ったりしたからセーフ。少年編アニオリの点々妙に可愛いよな。ナルトを振り回す年上のお姉さんみたいな。服は全部可愛い。汎用制服着ないで。どっかでデザインは岸影様お気に入りだって見たんだけど本当？本当。顔は作中で一番可愛いよな。点々は美人やがそれだけやからな。戦績も微妙やし使う技もな。点々の名前呼んだことあるキャラ5人くらいしかいなさそう。まあ同級生の目立たない女と一回も喋らなかったとか普通にあるやろ。サスケも桜も呼んだことなさそうやし、もっと言えば外反以外呼んでたことなくね。本当は外反だけが現実かかってて、点々という存在しない幻見ているだけやろ。くさ、マジであるやろこれ。そもそも言うほど動機じゃないからね。逆に外反って動機じゃないのに、よくあそこまで動機感出せたな。同期と同レベルの扱いにしないで、もっと頼れる先輩チームとして書けばよかったのに、もったいない。アカデミーにあれだけの生徒がいて卒業も確実にしてるはずなのに、リーたちの同世代が全く話に出てこないという。表紙0回、戦闘0回、影薄いキャラですらない。手まりにボコられてたやろが、むごすぎやろ。アニメだとやってくれてるんよな、点々対手まり。就任試験以降はひどい目に遭わなくてよかったと思う。準レギュラーキャラの中では最低の勝率じゃない？まず6に戦ってすらない。日向も似たようなもんだ。日向はやられることでナルトにバフかける役目だから、勝ち星1個もないもんなと思ったけど、そもそも同期と一つ上の女子の中で、単独で真っ当に戦って勝ってんの桜くらいか。あとは敵だけど手まりくらい。点々のまともな戦闘シーンが、二部序盤の二隻サメ戦と戦争編で馬将戦振ってただけ、作中で忍具得意云々の説明も一切なし、解説役なので、終盤でなんか活躍しそうな雰囲気出して、そのまま終わったのは逆に印象に残った。扇拾った時はついに見せ場が来るかと思ったよね。すぐにチャクラ切れになったっけ？いいもの見つけた。で馬将戦拾って活躍すると思ったら、次出てきた時にはチャクラ切れで、解放してる忍びからお前もうこれ使うな。って怒られててダメだった。金閣銀閣の扇を拾った。数コマの活躍さらっと書いた後対局には関われないままバテて終わり、空から封印のヒサゴが降ってきた、向かう途中でマダラの角が降ってきた上に無限つくよみ突入。地味に江戸天閣図倒すのに一役買ってるんだぞ。漫画だと長寿に握りつぶされて終わりだっけ閣図。戦争終わったのに趣味の忍具で店開くのはちょっと無謀じゃないかな。拾った道具売ればそこそこ潤いそうだけど。科学忍具が便利すぎるからな。こいつ陸道仙人の忍具店に置いてんの草生える。盗まれたらどうすんねん。雲隠れに返せやって思う。ボルトでも結婚できずに子供を授かってない模様。目のあたりが点々に似てるから点々とリーの子供ちゃう？主要で愛想つかされて離婚したとか。リーと結婚してメタル産んで離婚やろ。メタルリーとかいう出自不明のガキ。リーと結婚して離婚したってマジなん？スタジオピエロナルトボルト特集みたいな海外の記事で、スタジオの中に置いてあった資料に、元夫婦って書いてあっただけや、劇中だとそこら辺の話は全く触れない。これほんまやみ？リーって外先生からも名字呼びなんだな。離婚原因は酒やろうな。そういや水剣キャラやったなリー。サスケと桜井茶ついてて草。ナチュラルにオロチマル混ざってて草。あといのが性的すぎる。オロチマルが一番お容疑よくて草。花見にしれっと混ざってるオロチマルに全部持ってかれた。リーと点々は結婚するけど別居とかになって相関はわかる。たまに子供に会いに行くのも想像できる。
周りがなんか同期と結婚しまくるからとりあえずリーと結婚してみたけどやっぱり合わなくて、すぐに離婚したんやろな。リアルやな。離婚とかよりも成長したら可愛くなくなるのが辛い。時の流れは非常である。あの無限つくよみをもってしても色恋話が皆無って、点々が無限つくよみで見た夢は自分が突っ込まなくていい世界だった。点々の無限つくよみいいよね。ぶっちゃけ騎士影様の中の点々も、だいぶ青春の点々に汚染されてるよね。ねじ丸んじゃったおかげで外反の収まりがちょっと微妙になった。熱血な二人を眺める冷静な二人だったのが崩れちゃうとね。武器を口寄せって結構いい設定だと思うんだけど、生かしきれなかったな。見せ場ありそうでなかったよな、かわいそう。天井にくないさしてクイックイってやるやつ。試験官、これはセーフ。人具メインのキャラとかいう面白戦闘かけそうでかけないやつ。割と序盤からそいつしか使えない特別な武器がいっぱい出てくるから、誰でも持ってる人具のスペシャリストって言われても、みたいなところはある。点々は時空間忍術の素養があるから人具口寄せできるとか言ってたけど、ナルトとサスケも人具口寄せだけなら普通にやってたよな。時空間忍術の素質あるなら、やっぱせめてワープゲートくらい出さないとね。ボルトでは口寄せの授業で初歩として、人具口寄せやってたから簡単そう。ゲームで人具口寄せしまくるの好きだったよ。強くはないが、ナルティメットストームの点々の奥義は上位の出来だった記憶。シノもそうやけど書くのめんどくさそうなキャラだよな。霧隠れは忍び型なあるけど、この葉ってそういう伝説の武器とかないの。マダラの芭蕉扇とか鎌は名がある武器だろうけど、ずっとマダラが持ってるからな。忍具のスペシャリストじゃなくて、起爆札のスペシャリストなら活躍できたかもしれない。起爆札とかいう簡単に作れて便利すぎるもんがあるのが悪い。忍具口寄せできるし起爆札口寄せ方面で強化を。起爆札が起爆札を口寄せし続けて相手を攻撃する技使うか。戦法のコンセプトがなぁ、上位互換みたいなのがうようよいるし。他のキャラは独自の術プラス忍具だから、忍具だけの点々じゃ話にならんのだ。忍具自体はそれこそ内派の連中が割と多用するのがな。剣術も強いしずるいぞあいつら。アニメだと面白い戦い方とかしてないの？手まり戦の総称言うくらいかな。ガンダムハンマーみたいなバカでかい鎖付き鉄球を起爆札で吹っ飛ばして、相手にぶつけるみたいなことしてた。まあでも別にそれ起爆札がすごいだけ。忍具特化の強みってなんだろう。チャクラを消費しない。チャクラは口寄せに使うよ。科学忍具使いになればワンチャンある。点々はせっかくだから口寄せ以外の忍術と、忍具の組み合わせとかして欲しかった。それこそ手裏剣影分身みたいな感じで。あるいはいっそ口寄せ方向に舵を切って、手まりの巨大センスみたいな他キャラの特徴的な武器のレプリカを出して、運用するとかでもよかったと思う。散々言われてるが結局血筋が全てみたいなところあるからな、この漫画。道具でそれを覆すってキャラがいてもよかったかも。一般人で一番強いのだと桜になるんかね。カブトやろ。一般人最強って言ったら港じゃないんかな。人中力でもないのに九尾モードになっちゃったりしてるが、一応血筋とかない一般人枠やろ。点々はもっと人気出ていいと思うんだが。点々ちゃんなんで人気ないの？出番がない。これに尽きる。戦いがとにかくカットされる。初戦の中忍試験すらカットされたのはひどすぎる。アニメでもられてたけど。バッチコイベイベイエンディングで、ガイ先生とリーはメインなのになぜかハブられる点々。まあその判断になぜかって感じはしない。兄折で優遇されてるだろ。いや普通のナルトの兄折ではそんなに、リーガイデンでは優遇されてるけど。地味に綱手を尊敬してる設定があったが、特に活かされることはなかった。SD で使ったから。この葉のくの位置は大体綱で尊敬してそうだしな。出番考えると人気ある方よね。フルパワーの方の点々なら大人気だから。正直 SD の方が可愛すぎて、割と点々欲はあの頃満たされてた。ただあれ見ると真面目にリーと点々がくっついてないことにがっかりするのと、ネジが死んだことにショック受けてしまうという二重のダメージが来る。同作品内での影の薄さで言えばシズネと同じくらいか？そこからスピンオフの SD で主人公格にまで抜擢されたのは、
ある意味優遇されてるような気もする。SD に侵食されすぎて、本編の活躍やセリフがいまいち思い出せない。スピンオフ抜きで誰かと会話したシーンが思い出せない。リーがおい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 とか言ってた初登場シーンと、外反とのちょっとした数コマくらい？一番長く喋ったの中忍試験でネジの解説してた時かな。ナルト戦の時にネジの回転について説明してた、そんくらい。アニメだとさすがに描写増えてた、というか同期組の印象は割と兄織が支えてたんだなって一部読み直すと実感した。兄織ナイトシノとか、延々音人の剣をすることになるからな。ナルトにもろ直撃してる世代だと、兄織のオリジナル版とか結構記憶の中に入ってるんだよな。点々の口寄せにフィーチャーしたことで、ペイン陸道で口寄せ担当してた畜生堂ちゃんの、生前の頃と仲良くなる兄織が生まれた。アジサイちゃんいいよね。仲良くなったのにこの後丸布確定してる系の兄織いいよね。皆さんは、主人公ナルトと点々の関係性で衝撃的な事実、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。